2016年ベルリンのクリスマスマーケットにおける事件は現地時間2016年12月19日夜にドイツの首都ベルリンで行われていたクリスマスマーケットにトラックが突入した事件である。現地時間2016年12月19日20時頃ドイツの首都ベルリン中心部のクリスマスマーケットに大型のトラックが突入した。事件当時マーケットは 買い物客で混んでいた。ドパ通信などは警察への取材でトラックを使った襲撃事件の可能性があると報じていた。また、アメリカの CNN は警察当局がテロ攻撃の可能性があると見て調べていると伝えている。事件の現場はベルリン西部にある繁華街で、その周辺にはカイザービルヘルム記念協会といった観光名所が存在している。 その事件の現場では、クリスマスマーケットに出店していた、多数の小屋が倒壊されている。2016年12月23日、チュニジア人の容疑者が、イタリアのミラノで射殺された。同日、アイソルが、容疑者が、アブーバクルアルイコールバグダーディに忠誠を誓う、様子を映した映像を流し、犯行声明を出した。最終的な死者数は射殺された容疑者1名を、 含めて12名、負傷者は56名。ありがとうございます。